モッサンハイボールクラブへようこそ。デュアーズ8年ポルトガルスムース発売記念ユニークカスクシリーズ第1弾から第3弾を飲み比べ。福袋企画をハイボールクラブへようこそ。今回はですね、こちら見ていただくと分かるんですけれども、そう、みんな大好きデュアーズでございます。そのデュアーズの中でもですね、デュアーズ8年のユニークカスクシリーズ、その第1弾から第3弾を集めてみました。こちらのシリーズは 700ml でアルコール度数は40度、価格はオープン価格となっているんですけれども、参考価格としてはだいたい2000円台の中盤でだいたい店頭では購入できるようになっているようです。こちらの概要について少し説明させていただきたいと思います。まず水色のイメージカラーが印象的なデュアーズ8年カリビアンスムースはですね、2021年5月25日に発売されました。デュアーズ8年シリーズの記念すべき第1弾商品となっていて、8年以上熟成させたグレーウイスキーとモルトウイスキーをブレンド後に再度熟成するダブルエイジング製法を採用し、ラムダルでフィニッシュされたものになります。デュアーズ8年シリーズでは吹き抜ける世界の香りをキーメッセージにして多彩な味わいを展開していくというコンセプト、その始まりの第1弾となっています。続いてデュアーズ8年イリーガルスムースは2022年5月24日発売。デュアーズ8年ユニークカスクシリーズの第2弾として第1弾から約1年後の登場ということになります。第1弾のラムダルに続き、流絶蘭を主原料とするメキシコ特産蒸留酒メスカルの秋樽を利用したものとなっていて、世界的なメスカルのブランドイリーガルメスカルで使用された樽でフィニッシュしています。そして今回発売するデュアーズ8年ポルトガルスムースは2022年11月22日発売。ラムダル、メスカル樽に続いてフィニッシュに使用されたのはポルトガルの主成強化ワインであるポートワインの秋樽を利用したものとなっています。この後第4弾ジャパニーズスムース、第5弾フレンチスムースというものがすでに海外では流通しているようなんですけれども、日本国内では現在この3種類が一般的に流通商品となっています。そのすべてが8年以上熟成させたグレーンウイスキーとモルトウイスキーをブレンド後に再度熟成するダブルエイジング製法を採用していることがこのシリーズの大きな特徴となっています。ではそのデュアーズ8年シリーズをですね、ストレート、トワイスアップ、ロック、ハイボールと順を追ってテイスティングしていきたいと思います。デュアーズ8年ユニークシリーズをストレートでテイスティングしていきたいと思います。まずはこちら、第1弾カリビアンスムースをストレートでテイスティング。ラムダルなんで割と爽やかな香りというか、なんかあんまりアルコールがなくないね、ちょっと洋梨っぽい香り立ちがある。軽い感じ。ラムダルってこんなニュアンスなんだねって感じ。なんかすごくね、甘みがね、しっかり感じられるな。なんか非常によくできてるなって思う。あの40度で8年熟成でラムダルフィニッシュ、しっかりと甘みがじんわり感じられて、割と香り立ちは洋梨っぽかったけど、飲んでみると糖蜜系の甘みが出てる感じ、非常にいいんじゃないでしょうか。では続いてイリーガルスムースをストレートでテイスティング。メスカルダル、要はテキーラカスクですね。ではそのテキーラカスクをちょっとストレートで、なんかちょっとアルコール柄さがね、割とストレートに出てくるなっていう、なんかカリビアンスムースとはまたちょっと違ったニュアンスで、こっちはねちょっと香り立ちはおとなしいです。正直なんかちょっとビターだね。薬品臭みたいなのもあって、ちょっと甘さ的には多分こっちのカリビアンスムースの方があるのかなっていうのと、このイリーガルスムースに関しては甘さもあるけどしっかりビターさもあるので、割とバランス型なのかなっていうところ、すごくすっきりとしてるけど、そ
その最初にあるちょっとなんかケミカルな感じっていうのが個人的にはちょっと気になったかなっていうところで、ではラスト、今回の主役ポルトガルスムースをストレートでテイスティング。これはねポートワインカスクなんで、要はそのシェリー系みたいな感じなのかなって思う。色もねやっぱりちょっと一番濃いイメージです。うん、やっぱりちょっと甘い、でもスパイシーなニュアンスもあるよね、香り立ちから。ひょっとしたら辛口なのかなっていう印象。うん、なんかこれまた甘さとねちょっとペッパー感、胡椒辛い感じのニュアンス、甘さの後になんか胡椒辛いニュアンスがある、なんか面白いね。どれもしっかり同じ8年でもフィニッシュでこれだけ違うんだなっていうのをまずストレートで教えてくれる感じ。あのしっかりとそのねグレーンとモルトをバッティングして高熟でこういった形でそれぞれ樽のニュアンスをつけるっていうところで、ほんとしっかりとフィニッシュの樽の特徴っていうのが出てるなっていうのをストレートで感じました。ではこれを加水してどう変わるのか、トワイスアップで追加検証していきたいと思います。では続いてトワイスアップで追加検証していきたいと思います。まずはこちらデュアーズ8年カリビアンスムースをトワイスアップでテイスティング。あ、一気にちょっと甘い香りも出てきたね。飲んだ時のちょっと蜜っぽいニュアンスも出てきた、うん、非常になんか、うん、これがラムダルなのかなっていう印象で、でやっぱりアルコールガラスはねもともとが40なのでちょっと落ち着いた印象です。あ、飲みやすい、軽い感じ、すごくねライトテイスト、ボディ感としてはすごくあの軽口ですっきり飲めるって感じで、ネガティブなニュアンスはなくて非常に飲みやすいなって思う、うん、一気にねなんか加水することで軽くなった、本当に飲みやすい、これはちょっとロックとか期待できるよねって感じ。では続いてこちらデュアーズ8年イリーガルスムースをトワイスアップでテイスティング。あ、こっちはちょっとまたホコリっぽい香り、なんか、うん、ウイスキーらしい香りはするけど、でもしっかりそのなんか割と香りからビター感。あ、なんか加水するとね、なんだろう、薬っぽいというか薬草ハーブっぽい、ハーブっぽい感じ、なんかリーフィーな感じだね。うん、なんかすごいね、面白い、なんかこの緑色のになんかカラーリングそのままって感じ。うん、すごい、あのすごくね草原の香りだ、飲み口もそう、だから本当にねこれ人によってはちょっと青臭いみたいなニュアンスになるかもしれんけど、個人的にはすごくポジティブに捉えられてて、そのハーブ感っていうのすごくすっきり飲めますので、本当ねすでにここの時点でかなり違うなっていう印象を受けます。ではラストデュアーズ8年ポルトガルスムースをトワイスアップでテイスティング。あれ、うん、やっぱりねちょっとペッパー感あるね、もちろんそのもうアルコールガラスはないんやけども、あ、甘さの中にそういうちょっと飲むとなんか黒胡椒じゃなくて白胡椒みたいな、なんかラーメン胡椒っぽい、でもほんとねちょっと胡椒辛いニュアンスだったりするんですけど、非常に甘さの後にそのビター感というかペッパー感が追いかけてくるって感じで、なんかすごいですね、この3種類ともその同じ8年なんですけど、その後のそのやっぱりフィニッシングの違いでこれだけの変化がつけてこられるのかというところで、本当これをじゃあ冷やしてどう変わるのか、ロックで追加検証していきたいと思います。レッツロック。では続いてロックで追加検証していきたいと思います。まずはこちらデュアーズ8年カリビアンスムースをロックでテイスティング。ああすごいこう香り立ちが変わったね、でも落ち着いた感じですごくそのいいね、あのお飲みやすい、甘くなった、でもしっかりビターさも共存してて甘さとビターさのバランスがちょうどいい、うん、これがそのなんていうのねすごく甘い、うん、酔い割と長め、うん、飲んだ時はその甘みとビターさのバランスがちょうどいいんやけど、余韻は甘さがじんわり続く、かなり長めです、
ロックね、すごくいいんじゃないでしょうかね。では続いてデュアーズ8年イリーガルスムースをロックでテイスティング。香り立ちはちょっと落ち着いた感じ、あんまりその主張してこない感じやね。あのリーフィーな感じがどう変わってるか。あ、ハーブ、よりハーブ、割と苦味が強くなった。甘さというよりはこれはもう苦味だね、うん、だこのビター感っていうかちょっと茶渋というか、そのこの苦味のニュアンスっていうのはかなりそのメスカルのニュアンスなんやと思うんやけど、すごくね一気にハーブ感っていうのが冷やすことでより苦味が強く出てきた印象なので、ここはねちょっとひょっとしたら好き嫌い分かれるかもしれないです、うん、個人的にはこのハーブ感っていうのは好きなんですけど、ちょっと苦味のニュアンスがちょっと強く出すぎてるような印象も持ちました。ではラスト、今回の主役ポルトガルスムースをロックでテイスティング。ああ甘いね。でもなんかこの付きまとうこのペッパー感っていうのは何なんだろうねっていうところで、甘さの上にうっすら感じるペッパー感、これちょっと気になるね、うん、ああでもロックにすると飲むとあまりペッパー感感じない、うん、そういう蜂蜜系の甘みとか、まあなんかシェリーダルのニュアンスに近い感じではある。やっぱりポートカスクっていうことで、かなりやっぱ主成強化ワインらしい甘みというか、やっぱりその糖蜜系の甘み、バニラっぽいニュアンスっていうのを感じる。でもこのなんかちょっと香り出しからもやっぱり香る、このちょっとした胡椒辛さみたいなのがすごい気になるけど、なんかすごいデュアーズのこの8年のねシリーズ面白いね、うん、なんかしっかりとその個性が本当にバラバラで、あの面白い形になってます、うん、ではその個性最後にハイボールでどう変わるのか検証して締めたいと思います。ではラストハイボールで検証して締めたいと思います。まずはこちらデュアーズ8年カリビアンスムースをハイボールでテイスティング。あーハイボールにしても一応爽やかな香り立ちはあるね。あー飲みやすい、うん、ちょっと酸味を感じる。でもその酸味がねネガティブではなくてポジティブな印象で、ほんと添え物って感じの酸味なんで、非常に甘さを引き立ててくれてます。うん、あこれ飲みやすいです。でちょっとね後追いでビター感もやってきて、なんかハイボールすごくいいんじゃないかなと思います、うん、飲みやすいです。では続いてデュアーズ8年イリーガルスムースをハイボールでテイスティング。あのリーフィーなイメージがさあハイボールでどう変わるのか、うん、こっちもねしっかりと香るのは香る、ね、でもリーフィーな香り立ちではない、うん、ウイスキーっぽい感じのちゃんとした香り。あ緑茶だ、緑茶杯だ。やっぱりリーフィーなニュアンスは変わらずって感じだね。このやっぱりハーブっぽさっていうのは結局そのずっと変わらずで、これに関してはかなり好き嫌いが分かれるんじゃないかなとは思うんですけど、ただそのこのハーブっぽさっていうのをすごくポジティブに捉えられると、すごくさっぱり飲めるいい一杯なんじゃないかな。ただそのウイスキーらしいかどうかって言ったら、ちょっとウイスキーの味では個人的にはあんまり見たことがないタイプなので、やっぱりそれはそのメスカルダルの特徴なんでしょうねっていうところで、これはなかなかね本当かなりすっきりはしてるので、飲みやすい反面そういうお茶っぽいニュアンスが苦手な人にはちょっと難しいかもしれないですね。では今回の主役ラスト、デュアーズ8年ポルトガルスムースをハイボールでテイスティング。なんかすごいねこの香り立ちのペッパー感っていうのはハイボールまで変わらないね。あ甘くて美味しい。割とその蜂蜜感というかメープルシロップとかそういう系の、でもしっかりとこの甘みがこのハイボールにすると、今まであったペッパー感っていうのは香り立ちにうっすらある程度で、本当に飲みやすい甘み主体のハイボールになりました。飲みやすいです。で、あの甘み以外はあまりむちゃくちゃ何か他のものが主張してくるってこともなく、割とねストレートにその
ポートカスクのニュアンスっていうのがズドンとくる印象で、うん、非常に飲みやすい、いい感じです。というわけで今回はですね、デュアーズ8年ユニークシリーズ3本一挙取りということでお送りしたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。実際に飲み比べて分かったことは、フィニッシュでこれだけ個性を変えてくるそのデュアーズですね、このブランドの底の深さというのを知った次第なんですけれども、特に印象に残ったのはね、このイリーガルスムースのこのハーブっぽさ、そして今回やはりその紹介したポルトガルスムース、ここのなんかうっすらと胡椒辛い香り立ち、それとやはりこの甘いシェリーのようなポートカスクならではのその飲み応えですよね。ここら辺はですね、すごく印象に残った次第です。もちろんこのカリビアンスムースのラムカスクもですね、すごく飲みやすいハイボールだったので、やはりそのデュアーズというブランドがしっかりと作り分けをしているというですね、やはりデュアーズのそれぞれの立ち位置が見えた感じがします。最近やはりですね、スコッチなども価格高騰がすごく多くてですね、なかなか手に入れにくいことが多くなってきましたが、このデュアーズ8年に関してはですね、すごく価格もですね、2000円台中盤とお求めやすい価格帯になっていて、それでいてかつ作り分けがしっかり行われているということで、非常にスーパーなどでも普通に見かける商品なのでいいのではないかと思います。特に今回発売のポルトガルスムースはですね、かなり個人的にはおすすめできる味ですので、もしシェリーダルゲーシュ系などが好きな方にはですね、ぜひぜひおすすめしたい一本となっております。おっさんハイボールクラブでは引き続きいろんなことにチャレンジしていきたいなと思っております。今回のような飲み比べ企画継続してやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。いいね、チャンネル登録、コメントなども引き続きお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。長い時間ご視聴ありがとうございました。モッサンハイボールクラブでした。